はい、毎日学習会の林です。合格者の真子です。よろしくお願いします。今日は慶応の SLC の小論文のネタっていうことで、世論に関してっていう話をちょっとしていければなと思うんですけど、真子さんなりにこう世論っていうものに関して思うこととかってありますか？でも世論は規範意識、って思っていて、なんかマジョリティが世論を作ってるのかなっていうのはすごい思います。その法律明文化されてるか明文化されてないかともかくとして、何かしらのこう社会の規範っていうものがあって、その社会の規範っていうのをこう破った人間に対しては非常にこう厳しくその取り上げられるし、そうでないものに関してはそうではないっていうふうな話かな。そうすると、まあそうですね、社会の規範として具体的にこう思い浮かぶものとしてはどういったものがありますか？例えば、性的マイノリティとか、性的マイノリティに関してはそうですよね。だから男が男を好きになるべきじゃないみたいな規範が仮にあったとして、そうするとそれから外れたものっていうのは非常にこう厳しくこうなんて言うんだろ その糾弾される可能性が高いですよね。だから一時期の話で言うと楽しんごとか、なんか楽しんごって知ってます？なんか整体師で多分ゲイなんですけど、楽しんごさんとかはなんか結構その関係者に対する DV とかひどかったって話なんですけど、例えば女性のことが好きな男性で DV がひどい男なんか死ぬほどいるじゃないですか。でそれ考えたらなんで楽しい子だけあんだけ戦わなきゃいけないのかっていうふうに思うんですけど、やっぱりそれは非常に大きいところで、あれですね、そこの部分に関してはやっぱりこう規範から外れてるっていう人に関して世論っていうのがこう非常にこう厳しくなる可能性があるっていうのは多分言えることではあるのかなとは思うんですよね。でそういったこう世論形成のあり方とか、そういったものを見てみて、なんかこう自分なりにこう思うところとかってありますか？でもしょうがないのかなと思います、そういう考えの方なんか多い方がなんか、浸透するっていうのは当たり前ですし、ただそういった世論が何て言うんだろう、暴走しちゃうと怖いなって思っていて、やっぱりこう少数の考え方に関して、何て言うんでしょうかね、こうあまりにも少数の考え方に関して排他的な社会っていうのはやっぱりこう多様性を失いがちなのかなっていうふうに思うんですよね。だからこうその少数の考え方に対して多様性を失いがちな社会っていうのは結局新しいものが生めないし、そうなっていくとやっぱりただひたすら衰退していくだけなのかなと。例えばそのシリコンバレーとかもそうですけど、やっぱりこうゲイコミュニティとかそういうのがあって、そういったものはこう許容される風土があるから新しいものがどんどん出てくるっていうところがあって、なんかそういったものがないところから新しいものができるかっていうと結構難しいと思うんですよね。ただひたすら我慢して働いてっていうところから新しい文化が生まれるかっていうと、おそらくそれは違うと思うんですよ。っていうことを考えると、なんかそういうこう人の欲とか情動とかそういうものを刺激するものがない社会で、本当になんかクリエイティブなものとか新しいものとか、人に反対されるけどこれは素晴らしいと思うから自分はやるんだみたいなものが生まれるかっていうと、私はあんまりそうは思わないですね。なのでそのやっぱり世論形成とかっていうものを考えるときも、そこの部分っていうのはすごい考えなきゃいけなくて、その世論ってのはもちろんあってもいいんだけど、こう議論があまりこうその均一化しちゃいけないなっていうのはそう思います。日本の学校とかでもあいついじめようぜってなったら、もう全員がそれに従っていじめるみたいなことは結構あるんですけど、やっぱりこうそういう風になってくると、いじめられてる側からしたらやっぱり救いようがないですよね。それがいやそうじゃないんじゃないって意見もあれば、まだその子も救われるじゃないですか。だからそのあまりにこう均一的に全ての人がこの人をいじめようみたいな形になると、それはそれでやっぱり非常に厳しいと思うので、そういう風にならないようにするっていうのはやっぱり考え方としては非常に大事なのかなっていうふうに思いますね。あとはなんか真子さんなりにこういうところちょっと気になるなとかなんかありますか？世論形成っていうところで、なんか袋叩きにしていいやつはいくらでも袋叩きにしていいんだみたいな雰囲気ができちゃうとすごい怖いですね。さっきツイッターにおける竹中平蔵先生とかすごい思いますけど、なんかこう袋叩きにしていいんだっていう雰囲気ができちゃうといくらでも叩いていいんだっていうふうになっちゃうのはすごいやっぱり怖いと思う。それはやっぱりこう救いようがなくなる部分ではあると思うから、ちょっとそこに関しては常々やっぱりそれをどういうふうに抑えるか、少なくとも反対側の意見を言う人がいるんだっていうことをどういうふうに知らしめるかっていうところは非常に大事なことで、それができるかどうかっていうのが非常に大きな考え方の一つかなというふうには思います。
というところです。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。毎日学習会では10日間無料体験、10日間無料相談、10日間無料添削を行っております。ぜひ下の概要欄の LINE アットからお問い合わせいただければなと思いますので、 LINE どうぞよろしくお願いいたします。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。毎日学習会見ていただいてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。